yesterday. There was sun and there was rain. Beauty in the mundane.どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日は7月の、1日なので、2022年も半分が終わりましたね。ちょうど半分終わったところなんですけれども、今日はねその上半期のまとめということで、このね2020年に紹介してきたものの中で、ベスト10ですね、個人的にまあ選ぶ10個ね選ぶとしたらこれかなっていうものをギュッとねまとめて今回動画でご紹介しようと思います。で、まあ、10個って言ったんですけど、まあ、無理やり、ね、こう10個にまとめたというか、まあ、いくつか、ね、セットでご紹介しているものもあるので、まあ、僕と同じようにですねこう普段の日用品だったりとかこうガジェットでいろんなものを見るのが、ね、好きっていう方はぜひ、ねこの半年間のまとめとして、見ていただけると嬉しいです。果たして何がランクインするのでしょうか。それでは始めていきましょう。ではまず第10位こちらになります。これはねマドエレンという名前の芳香剤ですね。この、四角いね黒いボックスなんですけども、これが、ね、鉄でできたボックスなんですよ。でこれ中身を開けるとこんな形で中に、琥珀が入ってます。ここに専用の精油を垂らしてあげると、ここからですねいい香りがするっていう、まあ、いわゆる芳香剤なんですけれども、まあ、いろんなね芳香剤結構買って試してみた中で一番ねこれが長持ちするんですよね。香りがめちゃめちゃこう広がってかつ長持ちするのと見た目もねもうめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。こんな感じでもう鉄のね黒い、四角い箱なんですけども、こうやって開けておくといい香りがするっていう芳香剤ですね。僕の家の玄関にねこれ置いてあるんですけれども、香りがね足りなくなったらこれ足してあげてっていう形で、半年使ってるんですけども、めちゃめちゃねいい香りがするので、おすすめです。結構これプレゼントとかでもね人に送ったりするんですけども、喜ばれるのでね、ぜひ覚えておいてください。マドエレンですね。続いて第9位はこちらですね。山崎実業さんから出ていますマグネット付きのウェットシートケースですね。後ろにこのマグネットが付いているので、冷蔵庫とかにねペタッとくっつけておくことができて、で前の部分がこうやって開いてここからウェットシートをね取ることができますっていうものになってます。僕結構掃除をするときにウェットシートたくさん使うんですよね。こう窓辺をね拭いたりとか、こういうねテーブルの表面拭いたりするときに、結構ウェットシートをね使うんですけども、その時に本当にねこう手元からパッとね、こうやって出すことができて、で中身もね乾かず簡単に、ね、取り出すことができるっていう形で、これ非常にね気に入っています。まあ、山崎実業さんのシリーズのものはねたくさんうちでもね使ってるんですけども、まあ、その中でも一番僕が好きなのがねこれなんじゃないかなということで今回ねご紹介をさせていただきました。ちなみになんですけども、よく使ってるウェットティッシュはねこちらですね、あの激落ちくんから出ている、重層超圧ウェットシート、このアルカリ電解水配合のものですね。これかなりねよくね汚れ落ちます。油汚れもそうですし、こう指紋とかねこう皮脂汚れとかもね結構落ちるので、あのこれね、この中に入れて、使ってます。まあ、だいたい1日平均1人前ぐらいね使うので、まあ、これはね箱買いして、でこちらのねケースの中に入れてよく掃除をしてます。続いて第8位ですね。8位はスキンケア系のアイテムをご紹介しようと思います。僕も今年で32になる年なんですけれども、まあ、毎日ねスキンケア一応まあ継続しているので、かなりね肌の質としては本当にこう20代の中盤よりも今いいと思います。昔はねスキンケアしてなかったので結構肌ボロボロだったんですけど、それに比べるとね今の方が肌の調子ねいいんじゃないかなってね感じてます。で、そんな中でね、今年買ってこれすごいヒットだなと思ったものがあったのでご紹介すると、夢見るバームという名前のクレンジングバームですね。あの、まあ、クレンジングバーム、まあ、そもそも、まあ、クレンジング自体、男性の方ってあんまりこうしたことないと思うんですけれども、まあ、よくね洗顔はするじゃないですか。で洗顔でもね落ちない汚れっていうのがたくさんあるんですよね。こう油系の汚れだったりとか、あとはこう今ね日焼け止めとか多分塗ってる方もね多いと思うんですけども、そういった日焼け止めとかって洗顔料じゃ落ちにくいんですよね。でその時に、まあ、このクレンジングバーム、クレンジングを使ってあげると、このね油汚れが取れて、かつ詰まってた毛穴のね黒ずみとか鼻のね頭がこうポツポツねこういちごっぱなになったりすると思うんですけども、そういった黒ずみっていうのを一緒にねごっそり落としてくれるのがこれですね。まあいろいろ他のクレンジングとかも使ったんですけど、このねクレンジングバームで特にこの夢見るバームがですねめちゃめちゃねこうごっそり落としてくれるんですよね。こう洗い上がりのさっぱり感っていうのがねもうめちゃめちゃよくって、このクレンジングバーム使ってから洗顔をするんですけど、そのね終わった後の肌のねこうキメの細かさとか毛穴
穴の、ね、見えなさっていうのがすごいんですよね。なのでこれはねちょっと感動して、何回かねもうリピートして使ってるものになってます。なので、まあ、今ね特にこう汗とかかきやすい時期だったりするので、まあ、男性の方ねクレンジングぜひ使ってみてください。かなりね世界変わると思います。続いて第7位は、季節ものになるんですけども、こちらですね、ポータークラシックのアロハシャツになります。やっぱりねこの時期アロハシャツめちゃめちゃ気持ちいいですよ。すごくねこの肌触りもね、軽やかですし、まあ、風が、ね、すごく通るのでもう気持ちいいんですよね。 T シャツよりも正直ね全然涼しいと思います。でそんなアロハシャツの中でもこれポータークラシックっていうですね、まあ、日本のブランドのもので、ここがね好きで、去年からですね、ちょっとずつ買い集めてます。僕が今着てるのは、こうやってねちょっとしたイラストがたくさん描かれてるんですけども、これテーマが落ちこぼれスパイっていうやつで、こう落ちこぼれのねスパイの失敗してるところが描かれてる、このアロハシャツですね。まあ、こういったちょっとした遊び心がね面白いなと思いますし、まあ、他にもね、こちらですね、これ去年買ったモデルでこれもねすごい気に入ってるやつなんですけども、これもねあのスケボーがなかった時代にもしスケボーがあったらっていうテーマで描かれたイラストの、黒のアロハだったりとか、これはね今年出た、ディズニーコラボですね、こうグーフィーとコラボしたアロハシャツですね。まあ、すごいこう、ね、見た目がトロピカルで可愛いなと思って購入をしました。なので、まあ、結構ね今年の夏はこのアロハで過ごしていること多いですね。もう本当に見た目も可愛いしとにかくね涼しいので楽なんですよね。なので、まあ、ちょっとライフハックの一つとして、おしゃれのね一つとして、取り入れてもらえればなと思ってご紹介をしました。であとすごい地味なんですけど、中にはですねあのエアリズム着てます。でエアリズムも、これ5枚6枚ぐらいですねまとめ買いしました。でその中に着てね、その上にアロハを着ているんですけども、まあ、そうするとね朝とかね多少かいてもあのこちらのエアリズムね洗うだけで、済んだりすること多いんですよね。なので、まあ、これもねまとめ買いしてアロハとね、まあ、いろんな T シャツとかと組み合わせて使ってます。続いて第6位、これはもう今年ねめちゃめちゃお世話になってるんですけど、まあ、多分ねあのカメラの向こう側の皆さんからは見えないね位置にずっとねこう支えてくれたアイテムになります。それはねこのドリーポットっていう名前の、まあ、一脚、まあ、このねローラー付きの一脚ですね。こんな感じで、まあ、下のねこう3つの足にローラーがついていて、簡単にねこうやって横を動かすことができる三脚 でかつめちゃめちゃいいのがねここなんですよ。一脚なのでここのレバーをねクイッとひねるだけでこの高さの調節をすることができるんですね。まあ、あのこれ三脚をね使ってる方はもう分かると思うんですけど、高さの調整ってめんどくさいじゃないですか。あの三脚だと3つの足をそれぞれ伸ばして、で高さをね調節して角度大丈夫かなってのを確認して、でそれで撮影に入ると思うんですけど もうこれね一脚なのでもうこうやってクイッてねこれで動かすだけでいろんなねこの画角だったり高さっていうのを調整できちゃうんですよね。なのでこう家での、ね、撮影っていうのがめちゃめちゃこれ楽になりました。今までの三脚を持ち出すよりも圧倒的にですねこう心理的にハードルが下がったので画角をね変えやすくなりましたね。今まではもう画角固定でいいやっていう時もたくさんあったんですけど、まあ、これを使ってからはちょっとだけねあの上げてみようとかとかね下げてみようかっていうのがすごい楽にできるようになったので、これはぜひ YouTube やってる人動画やってる人は買ってほしいですね。まあ、マニアックなんですけどめちゃめちゃあのこれ役に立ってるので今回ご紹介をさせていただきました。ドリーポットですね、めちゃめちゃおすすめ。続いて第5位、ここから折り返しですね。この動画をね見ていただいている方の中で最近よくコメントいただくんですけども、最近ちょっと痩せましたかっていうコメントがね増えたんですよ。で実際ですね僕ね痩せました。あのこの、半年、まあ、3ヶ月ぐらいの間なんですけれども、結構ね体重が落ちてこうキュッとねこう筋肉がついてしまったんですね。で、それの理由がね2つあるのでちょっとお話しさせてください。痩せれた、ね、理由一つ目が、ね、これですね。まだね動画ではあんまりちゃんと詳しくお話ししてないんですけれども、ランニングを始めました。生配信とかでもねたまに喋ってるんですけども、3ヶ月前ぐらいからですね僕毎日走ってます。でかつランニングにねすごいハマっちゃって、1日ですねだいたい4キロ以上、4キロから5、6キロですね走ってます。運動したいっていう気持ちもあるし、あとねこう知らない道とかこう自分のね街の知らないところを見つけるのがすごい楽しいんですよね。でそれでねどんどん距離が伸びてってっていう形なんですけども、まあ、それに合わせてねやっぱりこう靴もこう買った方がいいなと思っていろいろね試して履いて良かったのがねこちらだったんですね。
アディダスのウルトラブーストっていう、ね、タイプの靴で、まあ、本当にこうジョギングですね、まあ、ランニングっていうよりはこうゆっくりとしたこうジョギングに向いてる靴で、めちゃめちゃ、ね、このソールが柔らかいんですよ。こう触っても、ね、ギュッと、ね、こう押し込めるほどすごく柔らかいので、こう足の負担を、ね、軽減してくれるんですよね。なので膝とかが、ね、痛くなりにくいですし、結構こう前に、ね、反発してこう進む力っていうのをこう加えてくれるので、足取りがすごく軽いんですよね。まあ、ウォーキングでもそうですし、まあ、ランニングでも、ね、めちゃめちゃ軽やかに、あ、こんなにこう自分、ね、こう軽やかに走れるんだっていうのをちょっと、ね、びっくりするぐらいですね、こう変えてくれる、走りの体験変えてくれる、ね、シューズでした。まあ、いくつか、ね、アディダスさんの中とかで試したんですけど、僕は、ね、これが一番、ね、すごく履きやすかったですし、毎日、ね、ランニングしてて、まあ、これは使い始めて大体、まあ、1ヶ月ぐらいかな経つんですけれども、すごく、ね、調子がいいです。本当に、ね、こう歩いてるのがこう気持ちよくなるシューズですね。もう普段履きもこれにしたいなっていうぐらい、ね、気に入ってます。まあ、見た目も、ね、結構かっこいいですし、で結構、ね、毎日、ね、走ってると、まあ、こう音楽聴いてても飽きてきちゃったりするんですよね。なのでそこでいつもラジオを、ね、聞いてます。で僕の場合はオールナイトニッポン系列大体聞いたりとか、あとはポッドキャストだと古典ラジオっていうですね、歴史をこう面白く解説してくれるすごいいいラジオがあるんですけども、まあ、それも、ね、ドハマりしちゃってめちゃめちゃ聞いてますね。まあ、そういったあの耳で聞くコンテンツがあるっていうのもこのランニングを、ね、継続できてる、ね、秘訣の一つだったりはしますね。最後にちょっと詰め込んじゃって、ね、申し訳ないんですけど、もう一個、ね、あのおすすめしたいのがこれ、カップヌードルプロっていう名前の、ね、プロテイン配合の、まあ、いわゆる完全食に近いタイプのこうカップ麺なんですよね。これ1個でタンパク質が 15g、 1日必要な量が入っていて、でプラス糖質が 50% オフで、かつですね、1日分の食物繊維がこの中に入ってるっていう、めちゃめちゃ健康食なんですよ。でそれでいてこれ大事なんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。あの普通のカップヌードル、カップラーメンと同じね味なんだけど、めちゃめちゃカロリーも抑えていて栄養も取れるっていうですね、もう本当にこう神のね食材ですね。なので、まあ、夜ね結構お腹が空いたりとか、なんかね小腹空いたなっていう時に、僕はねこれをね食べるようにしてます。まあ、あとお昼ご飯とかね、こう1食分これで置き換えてあげたりとかっていうところで、しっかりお腹としては満たしつつも、ちゃんとですね、まあ、こういったところでカロリーをね削っていくっていうのが、かなりね効いたと思います。はい、まあ、ちょっとねたくさん紹介しちゃったんですけども、このあたりの、ダイエットグッズ、まあ、運動系のね、ところっていうのがもうこの上半期ですね、めちゃめちゃ大活躍してくれて、でここから残り半年間もこれ続けることができれば、結構ね人生においてすごいいい習慣に、ね、なるんじゃないかなと思ってます。続いて第4位ですね、選ばせていただいたのはこちらになります。こちらエコバックスから出ています D-BOT X1 Omni という名前のね、最新のロボット掃除機ですね。これ一応断りで言っておくと、こちらはですね正式には買ったものじゃなくて、PR のねお手伝いをした時にこう製品提供でもらったものなんですけれども、正直ねこれレンタルでもし、返却するものだとしたら、その後僕買ってたと思います。本当にね、まあ、値段は結構あのいい値段するんですけども、それでもねすごい価値があるなと思って買ってたと思うので、今回ちょっとイレギュラーなんですけどもこの中に、ね、入れさせていただきました。でこれはどういった掃除機かというと、まず、ね、このステーションが、ね、2つに分かれてます。でこの上のステーションがですね、自動でモップを洗浄してくれる水が入っているタンクですね。このロボット掃除機が部屋の中を、ね、こうモップ掛けをして、でその後このステーションに戻ってきて、その、ね、モップをこう洗ってで洗浄して、で乾燥までしてくれるんですね。結構このロボット掃除機、モップ付きの、ね、ものたくさんあると思うんですけども、こうねモップを洗うの面倒じゃないですか。一回一回外して洗ってまた付け直して乾かしてみたいなのが割とね手間だなと思って、その手間をなくして全部ね水洗いから乾燥までしてくれるっていうのが、このステーションですね。でそれに加えてこの真ん中の部分がですね、これゴミの収集ステーションなんですよ。このロボット掃除機が集めたゴミをこのステーションの中に、移動して保管をしてくれるってものですね。これも結構あるあるだと思うんですけども、ロボット掃除機のねゴミのね、この捨てるのめんどくさいじゃないですか。このちっちゃいパックに溜まったゴミを一回ねこうガパッと開けてで捨ててまた戻してみたいなところが結構面倒で、結局ねそのままこうね変えずに使い続けちゃったりとかで、どんどん詰まったりとかっていうことが多いと思うんですね。でなんですけど、これはこう、ね、ステーションの方にゴミを、ね、吸引して移動してくれるっていうシステムになっているので、そう、ね、変える手間っていうのが本当に、ね、少なく済みます。あの2ヶ月3ヶ月ぐらいだったらもう十分、ね、この中に、ね、ゴミ貯めておけるんですね。でその四半期に1回季節に1回ぐらいのペースでこう、ね、カートリッジ変えてあげるだけで本当に、ね、ほぼほぼ手間いらずで毎日掃除をしてくれます。本当にこのロボット掃除機のおかげでうちの この、ね、床の清潔さというかこう、ね、ゴミの少なさっていうのは保たれているなと思います。
いますもう本当にめちゃめちゃね毎日毎朝ね本当に感謝してるそれだけ働き者のねロボットですね。なので、まあ、結構ね、まあ、値段はお高いんですけど20万円ぐらいしちゃうんですけれども、まあ、その価値があるねロボット掃除機だと僕は思います。なので、まあ、ロボット掃除機の中でもう最高峰が欲しいという方一番トップが見たいという方は、こちらですねおすすめしておきます。続いていよいよ、第3位ですねお話をしていきます。いろいろねあと悩んだんですけど、まあ、その中で3位ね、選んだものとしてはこちらになります。はい、DJI マイクという名前のですねワイヤレスマイクですね。まさに今僕がこの撮影で使ってるもの、まあ、なのでほぼね毎日使ってるものといっても過言ではないです。まあ、このねちっちゃなマイクなんですけれどもこのカメラのね先に上着がありましてそちらにこの音声をね飛ばしてくれるっていうものですね。でこれ系のマイクはねずっとワイヤレス GO2 っていうですねすごく優秀な、ね、ものがそれ使ってたんですけどもまさかねそれを超えるマイクなかなか出てこないだろうなって思ってたところに DJI さんがですね、出してきたのがこちらになってます。でやっぱりねこの小型のねマイクっていうのもいいですしこのケースがですね、3つのモジュールを同時に充電できる充電器になってるんですね。なので USB-C1 本で全部のシステムを充電することもできるしかつねこの使い方もねすごく直感的で分かりやすくてこのボタンを押したらこの振動するところだったりとかこうね僕が今話しながらですねこうゲージをね見れるんですよ。このカメラの上についてるゲージを見ながらですね音量のレベルをこう確認しながらですね話すことができたりというところで、まあ、非常にですねこう優秀なワイヤレスマイクですね。本当にこうワイヤレスマイクの、まあ、完成形といってもねいいんじゃないかなっていうものがね今年出てきてでそれをね僕は使っております。ちょっとねマニアックなアイテムではあるんですけれども、まあ、本当に毎日使ってるのでね良さを実感するっていうところで今回第3位に選ばせていただきました。こちらの DJI のマイクですね。続いて第2位ですね。このアイテムもですね最近よくお話をしているので、まあ、ランクイン、ね、するんじゃないかなと思ってた方も多いと思うんですけれども、こちらになります。はい、これノーブルオーディオからですね最近発売されました、ファルコン ANC という名前の完全ワイヤレスイヤホンですね。まあ、僕はですね音楽も好きですし作業中とかもですね、まあ、やっぱり音声の編集とかをしたりとか、するのでさっき言ったランニングとかウォーキングの際にも外音取り込みモードにしてラジオを聞いたりとかねそういった形で、まあ、ほとんどの、ね、時間、こちらの、イヤホンをつけてます。なのでこのね、ワイヤレスイヤホンっていうのは僕の中では本当にこうスマホとかパソコンとかねそれと同じぐらいですね重要視しているものなんですね。でその中で、今年のね上半期第1位に選ばせていただいたのがこちらのノーブルのね、ファルコン ANC ですね。まあ、とにかく音がいいです。そこにつきます。いろんなワイヤレスイヤホンを試したんですけどもその中で僕がねかなり好みの音だった。とにかく解像度が高くってもうこう胸に迫るような、ね、臨場感がある。こうちゃんとねこう音楽聴いてて圧倒されるなっていうこう震える感覚がある、ね、イヤホンなんですね。で、まあ、その中でも、これはですねマルチポイント対応していて複数のデバイスに、ね、接続することができたりとかノイズキャンセリングが、ね、ついてたりとか遅延も少なかったりとかカスタマイズが豊富っていうところで、まあ、かなりですね、いいイヤホンだと思います。で、まあ、詳しくはですね、まあ、完全ワイヤレスイヤホンランキングの動画見ていただいた方が分かりやすいかなと思うんですけれども、まあ、改めてですねこう前につけてる耳につけてるもう僕の体の一部の、ね、一つとしてすごく機能しているものなので今回ですねこちら第2位に選ばせていただきました。まあ、結構これも人気のモデルなのでまだまだ、ね、品薄だと思うんですけれどももし、ね、手に入る機会がありましたらぜひ、ね、試してみてください。はい、いよいよ第1位ですね。2022年度上半期、まあ、いろんなものを試していろんなものを買ってね、使って、感想を言ってきたんですけどもその中で、僕がね一番これ良かったなと思うものをね、選ばさせていただきました。それはですね、まあ、これも多分皆さんお気づきなんじゃないかなと思うんですけれどもこれです。CIO さんから、最近発売されました、スマートコビープロプラグっていう名前のプラグ一体型の USB-C 充電器ですね。これ1個で1万ミリアンペア、まあ、大体こう iPhone1 回分以上ですかね、充電ができてでかつ 30W っていうですね MacBook Air も急速充電ができてしまう、このパワーを持ったプラグ一体型のバッテリーですね。これがね、やっぱり一番だなと思いました。プラグ一体型のバッテリー
って本当にもうね、あの振り返ってみたんですけど、もう5年前ぐらいかな、ブログ時代のね5年前ぐらいからずっと追いかけてるんですよ。あのアンカーとかね、まあ、それこそ試合王さんの初期のモデルっていうところから始まって、徐々にですね毎年毎年進化して、ようやくですね本当に夢が叶ったなというか、理想の、携帯になったなっていうのがこれなんですよ。今までもこのプラグ一体型のバッテリーっていうのはあったんですね、確かに。なんですけどパワーがちょっと足りなかったんですよね、まあ、大体 10W とか 15W ぐらいっていうところで、あのスマホはね充電できても、こうパソコンとか iPad はねちょっと充電できませんよってものが多かったんですけど、これはですねちゃんとこのねプラグ一体型なのにもかかわらず 30W っていう高出力を、実現してくれたことによって、本当にですねこれ1台で済むようになったんですよ。こう MacBook Air とかそういったね機種であれば、あのもうモバイルバッテリーとこう充電器ですね、これを完全にねこれ一つにまとめることがねできるようになりましたっていうのがねこの世代なんですね。今まで惜しいね機種っていうのたくさん出てきました。アンカーのフュージョンシリーズとかね、惜しいものっていうのはたくさん出てきたんですけど、ようやくこれだったらねちゃんと1台で完結できるなと思ったのがこれですね。そういった長年の願いっていうところも含めて今回1位にですね選ばさせていただきました。まあ、なのでね、あの持ち物をコンパクトにまとめたい方とか、あとモバイルバッテリーの充電よく忘れちゃう方ですね、これつないだねデバイスを充電しながらこのバッテリー自体にも充電をねしてくれるってアイテムなので、まあ、基本的にこれ使ってればこう充電忘れっていうのがないんですよ。それを防げるアイテムなので、持ち物の数を減らせるっていうのと、こう利便性の、ね、両面ですごくねよくできてると思います。まあ、ここまで来たら、まあ、あとはね本当にこのサイズをもうちょっとちっちゃくしてくれるとか、細かなねアップデートを今後してくれると嬉しいんですけれども、まあ一旦ねこれで完成したかなって思えるのがねこの、こちらのプラグ一体型のこのね CI4 さんのバッテリーですね。はい、なので、まあ、これもねすごく人気製品で、発売してすぐ売り切れちゃいました。まあ、なんですけど、まあ、おそらくね、まあ、7月今月ぐらいにはまた再販するんじゃないかなと思いますので、ぜひですねこちらも忘れずにねチェックしていてください。はい、こんな感じでざっとね1位までお話をしたんですけれども、まあ、やっぱりですねこう10個選ぼうと思うとなかなか選びきれないですね。まあそれだけねこういいものをたくさん揃えられてるってことだと思うんですけれども、まあ、無理やりですね今回10個、まあ、10項目にまとめてみましたというのがこちらになっております。でまたですね2022年終わるタイミングですね、12月でもですねこの上半期下半期合わせた通年の買ってよかったものをランキングご紹介しようと思いますので、そちらもねぜひお楽しみにしていてください。今回のベスト10がね、まあ、どれぐらい残るかとかね、まあ、あと後半だと結構ね MacBook Air 買ったりとか、あとねカメラもねもしかしたら新しいものを買うかもしれないっていうところで結構大きい買い物が多いと思うんですよ。まあ、大体いつもねこう後半ガジェット出るのでそういう風になりがちなんですけれども、まあ、それも含めてですね、まあ、ぜひ次回、楽しみにしてもらえると嬉しいです。このチャンネルモノグラフでは普段からねこういったいいものをね僕がいいなと思ったものをご紹介しておりますので、もし気に入っていただけましたらですねチャンネル登録をして他の動画も見ていただけると非常に嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。